クラーク軍はアメリカ合衆国バージニア州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は14,034人であり、2000年の12,652人から10.9%増加した。軍庁所在地はベリービル町であり、同軍で人口最大の町でもある。クラーク軍となったバージニア植民地最初の開拓地は、 1736年に第6代フェアファックス・オブ・キャメロン卿、トマス・フェアファックスがグリーンウェイ・コートと呼ぶ家を建てたところだった。そこは現在のホワイトポストの村がある場所の近くであり、その敷地は500万エーカーあった。ホワイトポストはフェアファックス卿の家に向かう方向を示す大きな標識があったことに由来していた。 その地域は1722年にスポッツウッド知事がオルバニーでブルーリッジ山脈のすぐ西と境界を定めたものであり、シェナンド・バレーの残りとともに色濃い連邦の6部族が領有を主張していたが、1744年のランカスター条約でグーチ知事がインディアンから購入した。クラーク軍となった地域の初期開拓者の多くはフェアファックス教から払い下げられた。 大きな土地に入植した海岸部農園主の子供たちだった。軍の3分の2はプランテーションを経営する者たちが入植し、プランテーションの生活様式は南北戦争まで反映していた。クラーク軍は1836年にフレデリック軍から分離して設立された。小麦の大規模な栽培で知られていた。南北戦争の時、 南軍の灰色の亡霊とも呼ばれたジョン・モスビーが1864年夏ベリービルで北軍フィリップ・シェリダン将軍の市長隊を襲撃した。1864年7月17日と18日に軍内でクールスプリングの戦いが同年9月3日にはベリービルの戦いが起こった。20世紀初期、後のバージニア州政治家。 ハリー・カイ・バードシニアとその妻がベリービル近くに最初の家を建て、そこで梨やリンゴを育てて大々的な農業を行った。バードはバージニア州上院議員となり、バージニア州知事も一期務め、その後30年監修、選出アメリカ合衆国上院議員を務めた。強力なバード機構を率い、1920年代半ばから1960年代まで、 バージニア州政界を支配した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は178平方マイルであり、このうち陸地177平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.88%である。主要高規格道路以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。